解放とことんとことんしゃべって解放区の酒井です。本日はですね、アストロの方にちょっと工具を買いに行こうと思うんですよ。で、まあ、この買いに行く工具は、まあ、逆タップと、まあ、何でしたっけ、自動ポンチってやつですね。まあ、自動ポンチ、まあ、ポンチはあるんですけど、今までもその自動ポンチっていうのは一度も使ったことがなくて、ちょっと試してみたいなと思うところがありまして、本日は逆タップと、自動ポンチをアストロに買いに行くという動画を撮らさせてください。このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク、DIY、バイクメンテナンス、バイクについての話をさせていただいています。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。あと同時にですね、動画の方、グッドボタン、コメントいただけるとテンション上がりまして動画撮っていくことができますのでお願いします。コメントないよっていう方おられましたら、とことんとことんだけでも入れといていただけるとすごく嬉しいです。はい、では本日はアストロへ行くということで、まあね、毎週行ってるんですけどね、皆さんはどれぐらいの頻度で工具屋さん行きます？まあ僕らの動画撮ってるっていうところもあるんで、まあ工具屋さん行く頻度が多いと思うんですけど、この工具屋さんに行くっていうのがもう本当あれですよね、めちゃくちゃ楽しみですよね。どんな工具に出会えるのかなっていうことで、まあね、ちょっと時間がない時はちょっと本当にもう必要な工具だけをポッポッと言って買うパターンなんですけど、今日はちょっといろいろカメラをちょっと撮ってね、中をちょっと映して、どんな工具があるのかな、どんなものが売ってるのかなっていうところを映していきたいと思います。はい、ではストロム買ってきます。はい、もう着きますね。ちょっと裏道から来たんですけど、はい、ピー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 、すみません、今ちょっとシートベルトを外したんで、はい、ここアストロプロダクツの何店なんだろう、わかんないはい、ちょっとしゃべれるかどうかはあんまりちょっと自信はないんですけど、はい、じゃあとりあえず買いに行きますね。はい、カメラ映ってるこういうのもいいですよね。ミニコンプレッサーか。わからんね、これ。ああ、いいやつ。あ、そうか、俺あれ買わなかんな。そしておなじみのオイル用ソケットサポートエクステンションバー、こういうあれなんだね、なんかこう、あ、これ斧。この斧なんかめっちゃアストロっぽくてよくない？これだ。税抜き4,980円。毎回完売する大人気商品ですので、買い求めは。キャンプ道具が売ってるんだ。いらっしゃいませ。お守り。アストロプロダクツにご来店いただき誠にありがとうございます。ご来店中のお客様に。すいません、はい、逆タップってありますか？あ、ありました。大丈夫です。はい、大丈夫です。がいいんだろう。安い方か。
アルミ用じゃん。よし、これだね。ついてるといいよね。なんかね、箱がある。あ、これドリルと、あ、いや、ドリルはあるから、これでいい。こういう収納系もいいよね、収納系。これ何？あ、これすスパナホルダーいいね、ちっちゃくて、うん、あ、ドライバー1個買っていこうかな。100均でいいか、ドライバーは。ちょっと待って、あのメーターやメーターやるからさ、クックってこう、タイヤストーンジム、これでいいのかな。なんかアストロノートかっこよくなっとるやん。これかな、やっぱこれ、これ買っとこっかな。タイヤ、これ、これ何、タイヤストーンリム、溝に埋まった小石などを取り除く。これ、これじゃないな。要はさ、メーターのさ、あそこグイグイグイってやるやつ、なんか言ってる意味全然わからないよね。あれ、あ、プーラー、プーラーだね、プーラー。あ、これこないだ使ったプーラーだよ、これ。結構高いんだな。あ、これ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 、シールプーラー、これだ、これ使ってたわ。これ買おう、これね。これ何に使うかまた今度動画で作るけど、うん、あと自動ポンチだよね。どこにあるんだろうな、自動ポンチ。あ、ノギス、ノギス。ベルハンもあるのかな。エアー関係だね。ちょっと待って、自動ポンチ、自動ポンチ、なんかこの辺にありそうじゃん。すぐ店員に聞くんだけど、今日はちょっと見てる。なんか言う。すいません、自動ポンチってありますか。あのポンチの、あの自動でガンって。
あった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 、ありがとうございます。はい、お願いします。オートマチックセンターポンチ、これも一緒なのかな、多分ね。これが多分良さそう。ここの形がかっこいいね。よし、こんだけ買おう。あー、刻印やべえやつや。スイングアームセンター、へー、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、これ、今撮っとるで。あ、そうなんですか。撮っとるでね。撮っとるで。けど、ちょっと静かに喋っといたで。ありがとうございます。はい、カードで。はい、はい、レジットカードですね。袋、レジ袋は無料ですか。うん、もらおうかな。はい、かしこまりました。いや、結構したな。まあいいよ、いいよ、全然いいんだけど。あ、はい、では4点で3870。これ上に乗せてもいいタイプ。はい、かしこまりました。ご一括でよろしいですか。うん、はい、はい、来た。ありがとうございます。お、やった。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。はい、はい、出てきました。ちょっと声小さめだったね。よいしょ。はい、ストルプルだった。何点なんだろうね、これね。はい、今買い物終わりまして、だいぶ買った。これね、これさ、ちょっと待って、これちょっと待って、映ってるかな。これこれこれはちょっと中であんま喋れんかったけど、この工具、これシールプーラーってか、見え、あ、ちょ、学校になってんのか。シールプーラーって言うんだけど、メーターをばらしたいわけよ。タコメ、今ちょうどタコメーター取ってるから、それでこれをね、ちょっと使うような感じがあったんで、これ一応買っときました。はい、で、あと今回はこれだね、自動センターポンチ、はい、と逆タップ。はい、やばいやつ、やばいというか、これもう勝負の逆タップね。はい、では本日はアストロへ行ってきたということで、動画作らさせていただきました。ありがとうございました。